数軸国、数軸国、数軸国とは、第二次世界大戦時に連合国と戦った諸国を指す言葉。ドイツ、第二本帝国、イタリア、フィンランド、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、タイなどソビエトを脅威と捉えていた反共主義、ファシズム国家が多く、連合国が承認していない国家としては、フィリピン第二共和国、ビルマ国、スロバキア共和国、 クロアチア独立国、満州国、中華民国南京政府などがある。アドルフ・ヒトラー率いるナチ党政権下のドイツと、ビットリオ・エマヌエーレ賛成国王のもと、ベニート・ムッソリーに率いるファシズム体制下のイタリア王国はどちらも類似した権威主義的性であり、思想的に近いものがあった。しかし、両国の関係は必ずしも良好ではなく、1934年に、 ヒトラーとムッソリーニの初会談が行われた時も特に成果は生まれなかった。この会談直後の6月24日にハンガリー王国の首相ゲンベシュジュラはベルリンとローマとは数軸の両端を成していると演説を行い、両国の関係が均衡状態であることがヨーロッパの平らにつながると語っている。しかし、同年7月にオーストリアナチス党主導によるオーストリアのドルフス、 首相の暗殺事件が起きると、ドイツとイタリアの間には、緊張状態が生まれた。1935年、イタリア王国がエチオピアに侵攻、第二次エチオピア戦争をすると、イタリア王国は、国際社会から激しく非難された。オーストリアの学校、アンシュルスのためにイタリアとの両国関係を望んでいたヒトラーは、この機に、両国の関係を改善しようと動き出した。 1936年9月、ドイツは、法相ハンス・フランクをイタリアに派遣し、ベニート・ムッソリーニ首相の報読を要請した。しかしムッソリーニは、外相、ガレアッツォ・チャーノを報読させると発言したにとどまり、自身の報読は明言しなかった。10月に、チャーノ外相は報読し、ヒトラーと会談した。この会談ではいくつかの合意が行われたが、条約や協定が結ばれたわけではなく、 特に重要な関係が成立したわけではなかった。しかしチャーノが帰国すると、ムッソリーニは次のような声明を出した。この後、ローマ・ベルリン・枢軸という言葉は、両国の関係を表す言葉として世界に浸透した。この発言を、ヒトラーは、実体のない合意を大げさに見せるムッソリーニのパフォーマンスと見ていた。翌1937年9月には、 ムッソリーニの報読が行われ、両国の協調関係が強まるにつれ、数軸の語は広く使われるようになった。1938年3月のオーストリアの併合後、5月にヒトラーはイタリアを訪問した。すでにドイツの優勢は明らかであり、各国新聞の故障もベルリン・ローマ数軸と改められた。1939年5月22日には、 条約が結ばれ、両国の協力関係は、軍事同盟に発展した。この条約は、通称、公鉄協約と呼ばれる。第二次世界大戦における、数軸国は連合国と戦闘した国であるが、数軸国全体で統合された、戦争指導は最後まで行われなかった。このためドイツの対ソ海戦や日本の対米海戦は、事前に通知されておず、 交戦相手も統一されていないなど、数軸国の足並みは揃わなかった。1939年に勃発したポーランド侵攻に参加した数軸国はドイツとその影響下に独立したスロバキア共和国のみであった。1940年に行われたドイツによるフランス侵攻が成功するとイタリアと前年にイタリアの侵攻を受けて、 同君連合を形成していたアルバニア王国も、数軸国に加わり、連合国に宣戦復刻した。8月16日に行われた第二次、ウィーン裁定によって、ドイツは、ルーマニア王国への駐屯権を獲得し、ルーマニアを、数軸国の影響下に置いた。9月には、日独一三国条約以降、数軸条約と表記が結ばれた。ただし、 この時点ではこの条約に加入することは、数軸国として参戦することと同じではなかった。11月には、ハンガリー王国、ルーマニア、スロバキアが、数軸条約に加入した。1941年3月1日、ドイツ軍は、ブルガリア王国に侵入して、数軸条約に参加させた。3月25日、ユーゴスラビア王国も、 数軸条約に参加したが、2日後の3月27日には、クーデターが発生した。ユーゴスラビア新政府は、ドイツとの協調関係を維持すると声明したが、ヒトラーは許さずユーゴスラビア侵攻に踏み切った。戦後、ユーゴスラビアは、ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、アルバニア、そして独立したクロアチア独立国と、セルビア旧国政府によって占領された。 6月22日、独ソ戦が始まった。ハンガリー、ルーマニア、クロアチアも参戦し、さらに冬戦争でソ連の侵略を受けていた。フィンランドも7月10日に参戦した、継続戦争。独ソ戦開始の際にヒトラーはフィンランドを同盟国と呼んだが、実際にはフィンランドはドイツと同盟を結んでおらず、あくまでであるという主張を行っていた。しかし、 フィンランド領内にはドイツ軍が駐屯しており、11月25日に防共協定に参加している。フィンランドはソ連側からの講和交渉を拒絶し、イギリスによる戦線を受けている。12月8日、日本はコタパル上陸及び新自安攻撃を行い、アメリカ合衆国とイギリスに戦線布告した。オランダ政府は12月10日に日本政府に対して、 日本がオランダと密接不可分の関係にある、米英両国に対し先端を開いたので、日蘭間に戦争状態が存在するに至ったと通告した。12月11日、ドイツは条約上の参戦義務はなかったがアメリカに宣戦線布告し、他の条約参加国も追随した。しかし日本はソ連に宣戦線することはなかった。日本はソ連との間に日ソ中立条約を結んでた。 日中戦争で日本と交戦中であった中華民国は日本とドイツ、イタリアに対して正式に宣戦線布告を行い連合国に加入した。12月11日には日独異単独不公和協定が結ばれ数軸国陣営が成立した。また同日日本と太陽国の間で非対抗主導名条約が結ばれた。1月8日 条約締結に反応したイギリス軍とアメリカ軍がタイに対して攻撃を行った。このため1月25日にタイ王国はアメリカ・イギリスに対して戦線復刻した。11月21日、北アフリカの植民地を失ったビシー政権に豪雨を逃がしたドイツはフランス全土を占領したアントン作戦。前年からのスターリングラード攻防戦は ドイツの敗北に終わり、通軸国にとって戦局は悪化の一途をたどるようになった。フィンランドはこの時期からアメリカを仲介としてソ連と急戦交渉を凍っている。7月24日、イタリア王国でクーデターが発生した。ムッソリーニは逮捕、監禁されたがドイツによって救出された。9月8日、 イタリア王国は連合国との休戦協定締結を発表したが、イターの降伏。9月23日にはドイツによって、ムッソリーニを主犯とするイタリア社会共和国が成立し、通軸国として戦闘を続けた。またアルバニアはドイツの占領下に置かれ、ドイツ主導による傀儡政権の統治下に置かれた。10月3日、イタリア王国はドイツに宣戦布告した。 10月21日、日本の支援のもと自由インドカリ政府が成立した。自由インドカリ政府軍は、インドの創始国であるイギリスに対して、戦闘を行った。11月16日、大東亜会議において、大東亜共同宣言が宣言された。この宣言は、大東亜各国派想定形て大東亜戦争を完遂しと、あるように、日本と同盟し、 アメリカ・イギリスと戦うという内容であった。この際、日本は会議参加国に対して米英への戦線復刻を要求した。ビルマ国はイギリス・アメリカに戦線復刻したものの、フィリピン第二共和国は戦線を拒絶した。この年の後半になると、東部戦線は崩壊し始めた。8月24日、ルーマニアはクーデターによって連合国側につき、 ドイツに対して戦線布告を行った。9月9日にはブルガリアでもクーデターが発生し、連合国側について数字区国に宣戦した。9月19日、継続戦争を戦っていたフィンランドはソ連と休戦条約を結んだ。その後フィンランドは中流ドイツ軍と交戦したラップランド戦争。10月15日にはハンガリーも対ソ休戦を発表しようとしたが、 ナチスドイツとシンドク派の野獣児党が共謀するクーデターでア・パンツァーファウスト作戦によって国民統一政府が成立し数軸国側に止まった。西部戦線でも8月26日にパリが連合軍によって奪回されるなどビシー政権とドイツによるフランス支配は終焉を迎えた。3月日本は支配下に置いていた不治インドシナからベトナム帝国。 ラオス王国、カンボジア王国を独立させ、傀儡政権を樹立した。しかしヨーロッパは完全に連合国側の手に落ち、欧州の数軸国は次々と脱落、消滅していった。4月25日にはイタリア社会共和国政府が崩壊し、5月8日にはドイツ軍が降伏した。最後に残った日本も8月15日に降伏受け入れを表明し、 9月2日には正式な幸福文書調印を行った。これらの国家、政権はいずれも数軸国諸国、特にドイツ及び日本の強い影響下にあり、国内から数軸国の勢力が消滅した時点で崩壊している。現在、これらの政権は現存する国家につながる正当な政権であったとみなされていない継承国。 連合国軍の占領下に置かれ、連合国による内政の指導を受けた。また主だった数軸国は戦後の国際連合の敵国条項で旧敵国として指定され、国連の原カ名国になることができなかった。日本、ドイツ、イタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、フィンランドがこれに該当するとされている。対は自由大公日運動などの活動が認められ。 また参戦は日本の教養によるものであるという主張が通り、敵国とはならなかった。また、連合国の植民地や数軸国の占領地に成立した国は現存する国家につながるとみなされておらず、敵国扱いを受けていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。